投資トラブルを起こしていたお笑いコンビ、CKO の木本武宏、51、が23日付で所属事務所、松竹芸能を退社した。自ら申し入れ、受理された。木本はツイッターで、近日中にも事情説明することを明言。また、新たに窓口になった個人事務所は、木本が芸人仲間らから集めた投資金について、一生かけて返金したいと話している。一部は返金している、と告白。金を管理したまま音信不通の投資家に対しては、週明けにも法的手段を取るという。FX、外国為替証拠金取引、や仮想通貨の投資話を持ちかけ、タレント仲間らから推定7億円を集め、返済できない状況に陥った木本が、責任を取って23日付で松竹芸能を退社した。まだトラブルの全容解明がなされておらず、今月下旬に木本が出演する深夜の通販番組の放送があることなどから、当初は今月末で契約終了する予定だったが、同社は木本の退社の申し入れを即受理。日を追って事態が深刻化する現状を鑑みた判断となった。当社によると、今月初旬に個人的な投資活動に関し、トラブルが発生しているのではないか、との情報が寄せられ、木本に事情を聞いていた。約3年前に設立され、松竹芸能から窓口を引き継いだ個人事務所はこの日、本誌の取材に対応。今後の木本について、活動自粛させていただきます、とし、一部で報じられた引退を否定した上で、本人がご迷惑をかけた債権者に誠意を持って対応したい。一生かけても返金したい、と話していることも明かした。すでに一部は返金しているという、木本自身も退社の正式発表を受け、公式ツイッターで債権者や出演番組のスタッフ、ファンらに心からお詫び申し上げます、と謝罪、必ず近日中にことの経緯をきちんと説明させていただく所存です、と明言した。ある、真実をつまびらかにすることについて個人事務所は、木本は、嘘、偽りなくすべてお伝えしたい、と話しております。ただ、債権者の方々もおりますので、どこまで明らかにしていいのか、またコロナが猛威を振るっている現状で会見していいのかも含め、お伝えする方法を考えております、としている。また、弁護士と相談し、音信不通になった投資金を管理している投資家に対して、週明けにも返金訴訟を視野に入れた法的措置を取ることも明かした。木本は平成のぶしこぶし、吉村崇、42、ら芸人仲間や親しいテレビ局スタッフらに投資話を持ちかけていた。騒動はさらなる広がりを見せており、当事者の経緯説明が待たれる。相方の木下は2年前、退社以来コンビ活動なし、TKO は、相方の木下隆之、50、が、後輩芸人にペットボトルを投げつけるなどのトラブルを起こし、2020年3月に松竹芸能を退社している。今回の件で木本も契約終了となり、1990年のコンビ結成から同事務所に所属し、看板タレントにまで成長した二人は、揃って、ホームを離れることになった。現時点で解散していないが、木下の退社以来、コンビでの活動はなかった。